度重なる秋篠宮家のバッシングなんですが、これに対して紀子様はどのように感じているのかという、まあ、そんなお話がございましたのでご紹介しようかと思いました。まあ結論から言えばですね、いわゆる自分で蒔いた種でしょという、そんな感じですよね。もう誰もが思ってるということです。まあ、紀子様をはじめとして秋篠宮殿下、まあ、秋篠宮家一家がされてる行い、それらが、まあ、国民のバッシングを呼んでいるということじゃないですか。宮家の在り方というのをこの方々はですね、分かっていらっしゃらないということですよね。まあ、本質は天皇皇后両陛下のお支えになるお立場ということですよね。まあ、それをそんなのはもうどっか行っちゃって、まあ、自分たちのことばっかりですよね。このまま行くとこの宮家に皇統が移るというお話ですけども、いやそんなのありえないでしょうと、まあ、そういう話はですね、実はまあ国民の方々だけではなくて、まあ、そろそろ政府の方、そして宮内庁側も感じ始めているということのようなんですよ。宮内庁の関係者の方々は皇位継承に支障が出ることを危惧されているというね、そんなお話にもなっております。誕生日会見の時にネット上でのバッシングに思い悩むことがありますと、夜も眠れませんみたいなね、そんな勢いでお話しされてましたけども、そんな心境を9月のお誕生日の時に語っていらっしゃいました。まあ、これは周りからするとコロナ前の2017年9月2021年10月まで実に4年余りに及びました長女小室眞子さんの結婚延期問題、これがきっかけになってると。まあ確かにね、まあ、これは大きな問題ではあります。でもそれはきっかけでしかなかったんですよね。ベールに包まれていた秋篠宮家の行いというのが、それをきっかけに国民に明らかになっていったということですよね。だから今までやってきたことの積み重ねが公になったということに過ぎないわけなんですよね。やはり今まで自分らがやってきたことが悪いんでしょという話じゃないですか。本当にね、細かいところまで突っ込んで見ていくとひどいことしてますからね。悠仁さまがね、誕生される前、その時からもうおかしいんですよ。まあそもそもがまあこの結婚自体がおかしいじゃないですか。間違ってたことですよ。もう今思えばね、昭和天皇がご崩御された時に、しかもまだ喪が明ける前に結婚会見を開かれたじゃないですか。それはこのまま結婚できないんであれば皇室を出るという殿下のお言葉に対して、おそらく美智子様がね、許したんじゃないかなとは思うんですけども、おそらくその辺ですよね。でその言葉によってそのまま出しとけばよかったのに、外でね、まあ、ニューヨークでもどこでも行って今のね小室夫妻みたいに海外ででも暮らしてればよかったんですよ。まあタイがいいですかね。あの愛人さんもいることですしね。タイに行って二人でね、ほのぼのと暮らしていけばよかったんですよ。そうすればこんなことにも巻き込まれなかった。無理にね、産み分けとかしなくてもよかったということじゃないですか。それをせず上皇后美智子様がおそらくね、どうしてもあの方の子供だから私のそばに置いておきたいという、そんなセンチメンタルな感じもあったのかもしれないですけども、おそらく、まあ、この辺は憶測で物を言ってますけどもね、間違いないですよ。でもほぼほぼそんな感じじゃないんですかね。何かしらの関係があるからあそこまで似てるわけですし、そこはもう否めないところですよ。外に出たいという気持ちを抑えつけ、その結婚を許しちゃったということですよね。皇室内に招き入れてしまったことによって今があるということですからね。まったくね、正田美智子、あの方が元凶だと言われてますよ。あの方をまずは皇室に入れてしまった、もうそこまで遡っちゃいますよね。皇順皇后が反対をされていたということじゃないですか。もうその昔の話なので僕もあまりわからない状況なんですけども、本当にねもっと調べなきゃいけないなとは思うんですけども、もうそのようにねお話を聞いてますよ。反対していたのにもかかわらず入れてしまったがためにという感じですよね。これも今現在の上皇が紀子様をめとるためだけにダダをこねた秋篠宮殿下と同じような感じだったんじゃないでしょうかね。おそらくそうやって時代が繰り返されてきて、結局今が溜まりに溜まった膿を吐き出しているような状況ですよ。まだね完全にできっていないので、まだグズグズしているような状態ですよね。だからまだ傷がちょっと治らないんですよ。だからもっとね絞り出して膿を出していかなきゃいけないということじゃないですか。
篠原ご夫妻もね、今現在安西家についていろいろ調べてるそうなんですよね。だから先日上げた動画も、まあ、それが第1弾みたいな感じなんですけども、まあ、この後にもまたね出てきたら皆さんにもねご紹介しようかなと思うんですけども、まあ、そういうところから来てるんですよね。誤った情報が事実であるかのように取り上げられ広がっていくことに恐怖心を覚え辛く悲しい思いをしましたと語ってるんですね。どこが誤った情報なのという話じゃないですか。ほぼほぼ真実に近しい話だと思いますよ。おそらくちょっとした断片がね違ってるのかもしれませんけども、いやそこはねもう気にする部分ではないんですよ。まあ、本質がもう間違っていないなので、そこをそうやって言えば同情を引けるんじゃないかという感じが見て取れますよね。まあ、この先ほど言った誤った情報が事実であるかのようにって取り上げられというふうに語っているのは、これ実は眞子さんなんですよね。2021年10月26日、小室圭さんと一緒に都内で結婚会見に臨み、4年間の思いを明かされたと。誤った情報、恐怖心といった言葉の端々に不満の色をにじませていたとありますけども、それ以上にもっとひどいことしてるでしょという、この話はあんまりちょっと公にはできないかなっていう感じなんですけども、眞子さんもね、だいぶ陰ではね、いろいろやってたという話がね、ございます。小室夫妻に関しては、まあ、いろいろありますけども、まあ結局のところは、小室さんのお母さんがね、いろいろトラブルを起こして、それが発覚してしまって、結婚が延期になってしまったということで、ちょっと怪しいんじゃないかという国民がね、ざわついたということになるわけですけども、まあ結局のところはもう海外の方に行かれてね、もう日本に帰ってくることはないんじゃないかなとは思いますけどもね、今現在、もうここ直近10年ぐらいは、おそらく帰ってこないんじゃないかなとは思いますよ。おそらく、まあ、佳子さまが結婚して、そして、悠仁さんがね、大学の話も落ち着いて、まあ、学校も卒業されて、そのあたりぐらいまでは、早くてもね、帰ってこないんじゃないかなと思いますよ。帰ってきたとしてもですよ。おそらく、眞子さん的には、ご両親にね、相当な恨みを持ってるんじゃないかなと思いますよね。いつだかの動画の、目つきを見たらね、わかりますよ。で、そんな中で、まあ、紀子さまは2020年9月の誕生日会見で、まあ、長女の気持ちをできる限り尊重したいなんてね、語っていらっしゃいましたけどもね。で、そのあたりから、バッシングの矛先が紀子さまをはじめご一家に向かうようになったと。で、宮内庁の関係者が語るには、眞子さまは結婚直後にご夫婦で渡米、そのまま外国生活に入られました。女性皇族が降下する際に受け取る1億円超えの一時金も辞退されました。しかし、秋篠宮家の逆風は一向に止まりません。で、またですね、坊主憎けりゃ今朝まで憎いというわけではないでしょうが、バッシングのベクトルが眞子さまを育てた紀子さまや、眞子さんをかばった次女の佳子さまにも向かってしまったと。そんなお話までね、出てますよ。もう本当にね、バッシングする方っていうのは本当に叩ける時には本当にとことんまで叩きますからね。そこで先日の紀子さんのお誕生日の時に、ネット上のバッシングによって辛い思いをしている人が多くいるのではないかと案じていますと、まあ一般論を語った上で、私たち家族がこうした状況に直面した時には、心穏やかに過ごすことが難しく、思い悩むことがあります。その一方で公的な仕事を通し、あるいは普段の生活でも私たち家族のことを大切に思ってくださり、理解してくださる方々がいらっしゃることを誠にありがたく存じております。これからも公的な仕事や様々な活動でお会いする方々の言葉や自分の思いを伝える時の言葉の一つ一つを大切にしながら誠実に努めてまいりたいと思っておりますとおっしゃってるわけですけどもね。これは本当にその時を取り作ってるようにしか思えないお言葉だなという感じがね、いたしますよ。まあ、そんなこと言ったところでって感じじゃないですか。やってることがもう言ってることの真逆をやってるわけじゃないですか。海外に行ってもね、まあ、変なことやらかすしね、国内にいてもなんか被災地に行かれて、自分の印象操作をするためだけに写真撮影をされ、まあ、いくらかけたのか知りませんけどもね、本当に周りに迷惑をかけてと。いうことですよ。まあそういうことに対してですね、先ほどの宮内庁の関係者の方も語っていて、ちょっと変わってきたんじゃないかというふうにもね、見られてるそうです。バッシングに対して慣れることはないでしょうが、紀子さまはある程度受け流すようになったと感じていました。でもここへ来て
神経を尖らせているようにもお見受けするのは、唯一の男系男子である悠仁様に飛び火して悪影響が出ることを危惧してのことではないでしょうかと。危惧するも何もって感じじゃないですか。まあ確かにね、紀子様はだいぶね焦っているという情報があるそうなんですね。まあこれはまだ明らかにはされてないんですけども、まあいろいろな精神面でもそうですし、まあ実際に体っていうか体調面でもね、いろんなお話があるそうなんですよ。まあ紀子様ご本人もそうですけども、秋篠宮殿下にね対してもあんまり状態がよろしくないということですよね。そこに来て悠仁様、東大入学問題もございますけども、どうやら東大に入学するということもちょっとね雲行きが怪しくなってきているというようなお話も上がってましたね。このまま力ずくで入るのはあまりよろしくないのではというふうに語っている方もいらっしゃると。誰かと言いますと、あの上皇后美智子様だと言ってるんですよ。まあ、断言はされてないんですけども、これは、ね、匂わせ的なお話ですよね。まあいろいろとやはりこのネット上の情報とか、殿下をはじめとして紀子様も、そして上皇后美智子様も見てるみたいなんですね。そういった情報を鑑みてですね、このまま悠仁を東京大学に無理やり入れてもいいことはないのではないかと、さらに火に油を注ぐようなことになるんじゃないかというふうにね懸念されてるそうなんですよ。それでまあちょっとねボソボソと言ってるようですよね。なので今まではちょっと前面に出てきてたのに、今現在あまりね、まあ、先日の退院パレードは別としてですね、あのそこに関してはおとなしくしてるということなんですよね。なのでもしかしたら分かりませんけどもね、あの宮家のことですから、あの実際に東京大学に入れたいという思いを強く示しているのは紀子様だけなんですって。他の秋篠宮殿下も他の方々もね、いや別にそこまで東京大学に固執しなくてもと、まあ秋篠宮殿下は特にそうですよね。もう自由にさせてあげたいというふうなことをおっしゃってましたからね。なのでそのようにおっしゃってたわけです。そこで、ね、東京大学がもしダメとなれば、他からもオファーは来てるんですよ。できれば呼びたいというようなね、まあ、筑波大学もそうですし京都大学もそうなんですよ。実際今現在の感じでは東大よりも京都大学の方レベルが上だというふうなねお話をされていて、逆に難しいんじゃないかという感じもあるんですけども、そこはやはり皇室特権の力技でねなんとかなるんじゃないかという話なんですけども、まあ、入るのはいいかもしれないんですが、その後筑波大も京都大学もどうやら入ったら寮生活みたいなね、そんな感じでしなきゃいけないようなんです。でも悠仁様に関しては物理的に無理だというようなねお話が上がってるんですよ。だから一人暮らしとかもありえないというかね、もうできないでしょうと。まあそれには、まあ、悠仁様にはね、まあ噂がいろいろありますよね。もうちょっと体調面というか、一人にさせるとどうなるか分かんないみたいなね、そんな行いもあったという話もねありましたし、規制を上げるなんていうねお話もございました。なのでそういうのもあるのでちょっと難しいでしょうと。そうなりますとですね、京都大学、筑波大学、そして東大もダメだとなりますと、あとは玉川大学か東京農大っていう名前が上がってたそうですね。玉川大学はね少し前に見学されに行かれましたよね、秋篠宮殿下と一緒にね。非常に楽しそうだなという感じが見受けられましたけども、そして何よりも東京農大にはあの方がいらっしゃるんで、川島修さん、あの方がいらっしゃるので、まあ、ちょっと紀子様的には安心できるのかなとはおっしゃってるんですけども、しかしね紀子様がうんと言うかどうかというところは、これはまあ宮内庁側もなんとか説得の方向に動くでしょうという話を、まあ、実際されてるそうです。なのでこの先は本当にどうなるかわからないんですが、まあ、そういう花方向でねあるそうですよ。だから東京大学はもしかしたらなくなるかもしれないという話ですね。まあ、だいぶちょっと話が逸れてしまいましたけどもね、紀子様のバッシングに関しては結論から言ったところで、やはり自分が蒔いた種でしょということですよね。やはり紀子様的にはいろんな面でね焦ってると。 SNS の方ではね愛子様待望論が非常に盛んだということで、あの宮内庁のインスタにはね愛子様に関する投稿をされればすごい数のいいねが上がると。だから本当の
後継者は悠仁なのよということを知らしめたいということなんですよね。だから権威のある東大に入れてもっと悠仁を前面に出したいという、それが紀子様の目論みなようですよ。でもそれもねちょっと危うくなってきているというね、そんなお話ですけどもね。今回は、まあ、秋篠宮家に相次ぐバッシングに対する紀子様の反応というのがねございましたのでご紹介いたしました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。